知識や技術より決断の方が大事ですか？いやー、知識や技術の方が大事でしょう。どう考えても。決断したって何もできないですよね。そんな、何も知らなかったら。愛とお金ならどっちが大切？愛とお金って多分比べるもんじゃないんじゃないですか。全部取っちゃえばいいんで。はい。お父さんは、あれですよ。NTT の、偉い人ですね。今はなんかグループで社長をやってます。憧れてる人？自分がで、いや、できないことやってる人はすごいなと思いますけど、そんなにいないですけど。どん底から V 字回復された。あ、いや、もう本当にお金って一度稼いだ人って何回でも稼げるんですよ。本当に。だから、なんて言うんですかね。自分で稼ぐ力一回つけちゃえばもう勝ちっていうところは多分やっぱあると思うんですよ。何やったって生きていけると思います。6つぐらい、オプションを用意してましたけど、僕の場合。オプションっていうのは、これがダメだったらこれやろうってね。だけど結果的に2つ目以降のオプションを発動することはなかったですからね。金は命より重いと。いや、それは命が一番大事ですけど。だけど、やっぱりね、あれですよ。やっぱり、金は2番目ですね、だからね。逆にドバイのデメリットは暑いってことじゃないですか。本当に、暑いので、とにかく外がね。まあ暑いっす。それ以外はないと思いますよ。でも室内にいればそれはね、関係ないので。初体験はいつなんですか？12歳とかじゃないですか？中1とか。与沢さんうまくいかなくて悩んでることありますか？ありますよ。ダイエット。全く痩せる気配もないし、痩せようともしてないけど、子供めっちゃ可愛いですよ。ライズアップ行ったんですよ、僕。それも150万ぐらい払ってますからね、なんかね。で、何が起こったかっていうと、バックれましたよね、とりあえずね。めんどくさくて。株不動産以外で新しくやるとすれば何をやられますか？ああ。でも株や不動産以外ってね、ビットコイン FX とかやるかな？ボラティリティが高いから。それは今考えてはいて、結構研究はしてるんですけど、長期投資対象物にはなんないですけどね。海外行った時に英会話どころか、今だって英語喋れないですよ、大して。だけど、聞けるんですよ。一応これでもね、証券会社とも自分で電話やってますし、銀行とかもね、全部自分でやってますけど、適当で大丈夫です。聞ければ。イエスとノーとね、単語だけ知ってりゃいいんで。日本でやった方がいいビジネス。日本がいい間にやってください。日本がいつまでいいかわかんないですよ。本当にボケっとしてるともったいないことになりますよ。そんなにでかい市場でね、いい恵まれたマーケットないですからね。レイちゃんには、レイは、事業家になってほしいと思ってたんですけど、なんかもう最近いいやって思って。なぜか、すぎてですね。もしかしたらなんか充電が弱いらしいんで切れるかもしれないですけど、可愛すぎてですね、なんか私が生きてきた道を歩ませちゃうと、なんか普通の人間は多分死ぬと思うんで、そういう苦痛を味わわせたくないから、私がお金持ちになって、一生楽させてやればいいかなみたいなね、甘ったれた考え方をしてますけど。夫婦喧嘩はしないです。はい。自己破産関係ないですか？自己破産は全く関係ないですね。そんなもんはね、もうブラックカード持ってますからね、私ね。はい。最高月収？どうだろう。7億とかじゃないですか。ロールスロイスにチャイルドシート。ドバイでキュウリはいくら？なんでキュウリなんだろう。キュウリ。ドバイは、キュウリはわかんないですね。本当に食材わかんないんで。でもシンガポールよりとにかく安いって言ってましたね。人生とは一言で言うと何ですか？新しい景色を見るために頑張る。とんでもない面白いことが世界にはいっぱいあるからね。人生を一言で言うと、キュウリですね。はい。新しい車を買う予定はもうないです。もう本当車いらないです。金の無駄ですね。だってフェラーリなんて女の子とデートする車ですからね。
レイちゃんいてどうやってあれ使います？あれなんかもうレンタルに出そうかな。売っ払っちゃってもいいな、もう。本当にいらない。ドバイの医療費は、まあ、どうなんだろう。わかんないです。高いんじゃないですか。全然わかんない。その物価感覚がなくて。おすすめの本は、おすすめ、何系ですかね。だって本っていっぱいあって、なんだろう。何十冊って読むのは当たり前だから、それ一冊だけで人生って変わんないですからね。そんななかなか。その超いい本っていうのはあると思うんですけど。高級車はただの広告。まあ好きっちゃ好きですけど、もう広告ですよね。まあでももういいやって感じ。広告っていうのも。もうちょっと出さないんですよ。だって、あまり意味ないですか。ドバイの家賃は、これは持ち家なんで家賃かかってないですよ。なんですけど、住んだら百何十万とかじゃないですか。まあ日本と同じぐらいか。ちょっと日本よりは安いか。節約しますよ。めっちゃ節約しますよ。でも別に食費とかそういう保険、なんか細かいことには全く気づかないですけど、大きい買い物をしないようにしますね。とにかく私は節約っていうかもうでかいものを買わない。ドバイは暮らしやすいですよ。MR とダマックの物件、どっち？まあ、MR の方がいいですよ。やっぱり品質もいいし。でも、ダマックの物件もめちゃくちゃいいですけどね。フェンディとコラボしたりとか。面白い。おしゃれ。成功する秘訣は、何ですかね。成功する秘訣は、よく勉強すること、よく考えること、頭良くなること。だって私は、はっきり言って、自分の頭、考える力とか、それ以外に強みがないですからね。だけどそんなにバカだとは思ってないんで、バカなことはやりますけど。生きる原動力？最高の景色を見る。最高の景色っていうのは広い意味ですからね。その自分の世界ですね。最高の。まだまだ見てない世界あると思ってるんで。考えるより行動だと思いますが、まあもちろん行動の方が重要だと思いますけど、バランスなんでしょうけど、どうなんだろうな。私は考えるって時間がめちゃめちゃ長いですからね、勉強したりとか。今日のパンツは黒色です。高校生何をすれば？高校生か。高校生は、勉強するしかないんじゃないですか。すごいですね。難しいですね、質問ってね。僕、高校行ってないんで、本当に。わかんないですね。働いてた方がいいと思うんですけど。今年変わったなと思うところ、安定しましたね。子供が生まれてね。本当に安定したと思う。どんな書籍があるんですか？もう投資ばっかりです、投資。投資とか金融とか経済とか。あと、英語もちょっと単語だけでも覚えておこうと思って。大富豪になったその先に。何が？経験がありますよね。いろんなことに投資したりとかもできるじゃないですか。挑戦したりとか、自分で事業やったりとかもできるじゃないですか。やっぱり無限だと思うんですよ。それをラッキーで得ようとしないっていう、自分の実力で一回稼いだ人間っていうのはやっぱり何回でも稼げるんで、モチベーションを上げるコツは、真面目に過ごすってことですね。悪循環になるから逃げちゃうと、とにかく勉強することとか仕事することとかから逃げないっていうこと。これが本当に大事です。モンゴルは行ってみたいですけどね。家族を持ってすごい幸せですよ。もう超可愛いですもん、レイちゃんとか。もう見るたびにもう癒されてね。ああ、本当にこんな感じなんだって。もうすごい可愛いです。今21歳でしたら上を目指すために何をしますか？私は勉強しましたけどね、その時。21歳の時は。弁護士になろうと思ってたんで。でもその時の勉強がすごい役に立ってますからね。総資産。
総資産35億とか36億ぐらいじゃないですか。最終的に何を目指しますか。大富豪っていうね。それしかないです。小切手見たことありますか。小切手って毎日のように使いますよ、こっちは。趣味は勉強です。本当に。だって勉強すごい面白いですよ。どんどん知らないこと知ってね、いろんなものに投資したりとか、超楽しいですけどね。ブラックカードはアメックスのカードですよ。ビジネスやトレードで思ったよりうまくいかないときにはどうしてますか？勉強が足りないと思ってますね。勉強がをしてもう一度よく考え直せば次の解決策はあるということです。